シャインマスカットを食べながら準備しながら今日は、そうなんですよ。なんかもともと決まってた方と変更になっちゃって、川島美晴さんとやらせていただくんですけど、お話ししたことないからちょっと心配な部分もあったりする。え、そうなの？みきちゃんって人見知りなの？え、みきちゃん人見知りなの？全然見えない。全然フレンドリーなんだけど、あんま印象ない。でもメイクまだ一中なんで、準備配信かな。こんにちは。今何時？こんにちはか。1時半。そうだね。なんかさ、最近レッスンもあったりとかして全然配信ができなかったからあれだったんですけど、あの何、すごいフォロワーさん、フォローしてくださってる方が増えててびっくりした。ミクロは人見知り、人見知りでもなんか、うん、この方はお話しするのちょっと難しそうだなと思ったら人見知り出ちゃうけどって感じかな。なんかもう基本的にそんな人見知りはない気がする。髪の毛巻こうかなと思ったんだけどさ、今日って雨だよね。ブログ、あ、そう、ブログ更新予定だったんですけど、いつだったか、一昨日ぐらいできなかったんです。ごめんなさい。だから次のブログ更新でなんか皆さんからの質問があったら質問に答えようかなって思ったりするんですけど、アイロン何使ってる？サロニアのストレートアイロン。めちゃめちゃ年季が入って汚い。夕方から雨？え、どうしよう。なんか今日1個仕事終わったらそのショールームの時間帯まで3時間ぐらい私時間があるんですね。だから外に出るけど、雨降るならあれだよねって感じ。髪の毛崩れちゃうじゃん。けどその3時間でちょっと言ってメールの返信って、でもなんかメールの返信はよりハッシュタグの方が早いく見えるけど、なんかたまにメールの返信が遅い時があって、まとめてバーってくるから、あれだったらハッシュタグの方が見やすいかなって思うけど、あ、でもなんかファンの方にいつ歌うのか毎回楽しみにしてます。あ、ショールームでは歌えません。こんにちは、こんにちは。何、ファンの方に私が会いたかった公演と青春ガールズ公演で何のユニットやると思いますか、予想してみてくださいっていうメールを送ったら皆さん予想してくれてね、なんかこういうのやってほしいっていうのでもいいし、ミクルンはこれ似合いそうっていうのでもいいんですけどみたいな風に載せたら結構みんな載せてくれてて嬉しかった。メイクの続き。え、髪の毛どうしよう。でもあれだよね、ショールームでさ、やっぱ初めて見る方もいると思うからさ、ちょっとナチュラルで髪の毛巻くのやめよう。なんかあの人10期生なのに髪の毛巻いてるって思われたら嫌だから。チーク教えられません。教えたら私マネージャーさんに怒られちゃいます。そんなルールは守ります。おはよう。
はよう、ニコルちゃんかわいい、ありがとうございます。なんかすごい最近さ、劇場公演に出させていただいてから、なんか私のこと知ってくださってる方とかもさ増えてきたりして、すごくなんか嬉しい。そうそうそう、配信でさ私のこと初めて知る人もいると思うから、ちょっとナチュラルめに行くちょっと髪の毛巻かずにワンカール内巻きだけでいいかな。最近いろいろメイクを変えて、なんかすごいメイク濃い風に見えちゃうんですよ、自分の顔は特に。だから最近は、最近ねすっごい化粧品を大量に買って、だからアイラインは茶色にしたっていうアイラインは茶色にして、アイシャドウも新しく買いました。なんか劇場公演に出させていただいた時の皆さんの画像を見た時に、なんかアイシャドウが合わないなってことに気づいて、アイシャドウを使うのやめて、その劇場公演に出た時のアイシャドウも使うのやめて新しいの買った。爆買い、え、もうめちゃめちゃ買った化粧品。なんかこの筆も買ったの、すごくない？この筆個人的にすっごいコスパいいし、なんかびっくりした。これなんかふと売ってて、え？みたいな、何これ？と思って買ったミクルンすごい一番可愛い、嘘、嬉しい。だけどちょっと髪の毛は巻くのやめます。やっぱ初めて見る人もいると思うので、ちょっと清楚系に行くね。でも今日の服は清楚系だよ。でショールームを見てくださってる方だけに教えるね。今日私、あ、でもあれか、ショールームはあれだね、上に T シャツを着るから結局服は見えないんだなんや、チークよ、違うの、これね、ちょっとね、ちょっと面白い、面白いっていうかね、女の子だったらすごいってなると思う。これ1個目チークとかフェイスパウダーブラシなので、ここね開けたらね、ここ眉毛描くブラシなので、一つずつこうやって取っていくとアイシャドウブラシ、シェーディング用とかこういう風になってて、なんか結構筆ってさ場所使うからさ、このポーチの中をの、だからなんか良くない？っていう良くないっていう。そう、最近いっぱい買った。アイシャドウも変えたし、リップも変えたしね。でもなんかリップがリカちゃんがその新しくした方のリップが好きって言ってくれて、そうっていうね。でも一応今日の服はこれっていう服紹介、今日着てく服はこれです。新しく買った服なの、白の。でも一回だけ着た、これを着てきますっていう紹介です。でも私まだメイクし途中だからやばい。平均の動画がいつものミクルより、嘘、ちょっと疲れてたからかななんか見てねって言った動画、皆さん見てくださったかな。あれお仕事があってもう動き回ってたんですよ。そうだから、でその後にちょっと会って、ちょっとお仕事っていうかなんていうの、会ってその後に見てねって動画撮ったから、結構夜遅くてお腹空いてたりなんかしてちょっと静かめだったのかもしれない。雨降るのに白大丈夫？え、大丈夫かな。あ、でもあの動画思ってたよりなんか悪く、そんな悪く映ってなかった、自分が思ってるほど悪く映ってなかったから、ちょっと安心した。あれはメイクの続きしよう。猫はかぶってない、もう猫かぶることないよ私も。だから猫かぶってないよ私、最初から。猫かぶってたらこんなもんメイク配信しながらさ。
配信しないよ。すっぴんでも絶対配信しないよ。猫かぶってたりとかしたらもうザ・アイドル像でいくと思う。それはちょっと待って、鏡がない、あった。うん、え、でも青春ガールズ公演に出させていただく前に、なんかファンの方が作ってた動画で、なんか多分入ってねすぐぐらいの12月とか1月とか、え、ちょっと覚えてないんだけど、撮った動画と終わった後に皆さん見てくださってありがとうございましたみたいな動画を見た時に、顔の丸さが全然違ったのが結構衝撃だった。なんかすごかった。なんかその精一杯頑張るので応援よろしくお願いしますみたいな、本当に最初の方の動画は髪の毛も短かったしっていうのもあったし、なんかすっごい顔がパンパンだったから、なんか実際自分がさ、あの鏡とかで見ててもすごいその何差は感じられなかったけど、その動画見てあすごいと思った。多分ね、見てくださったら分かると思うんですけど、その動画見た人いるかな、あの30日の青春ガールズ公演に出る子たちの動画でを作ってくださってた方いて、たまたま見たんですよ。そしたらもうびっくりするぐらい可愛くなかった。可愛くなさすぎてびっくりしちゃったよ。あれはちょっと涙袋かいてく。ちょっと待ってね、ちょっとねびっくりしちゃった。あれはいや本当にね、お世辞でも可愛いって自分の中では言えないぐらい可愛くなかった。今可愛かったらよくない？今可愛いのかな？今もう全然納得してないよ。あ、でもあの最近何食事制限というか、あんまりこう頑張ってるんですけど、この間、あ、言っていいのかな、こういうのは。衣装のフィッティングがあって、そうで、そのなんていうのかな、その今まで受け継がれてる公演なわけじゃないですか。だからやっぱ衣装もね昔のものだったりとかして、ちっちゃいものが多いんですね、サイズが。そうだから結構毎回不安になっちゃうんですけど、なんか衣装さんに、なんか毎回衣装さんに私太ってますかって聞くのが癖なのね、不安で。だから毎回太ってますかって聞くんだけど、なんか太ってないよって言ってもらえるんですね、ありがたいことに。だけどなんかゴールが分かんなくて、自分の中でどれが細いのかみたいな。でなんかマネージャーさんにさ、あの何キロまで痩せたらいいですかとか言ったらさ、衣装入ったらいいって言われたからさ、入ったからいいのかなとか思い始めてきちゃって。でもこの間、ついこの間の衣装さんに、あの太ってますかって言ったら、なんか身長大きい割にはあれだよね、ウエストとか細いねって言われて、ちょっと嬉しくなっちゃったっていう嬉しくなっちゃったっていう、そういう話。久しぶり、あ、お久しぶりです。久しぶりのショールームだからみんなお久しぶりだね。ちょっとゲリラ配信になっちゃったんだけどごめんね。そうっていうことがあって、あの結構衣装をグッて締めてもらうことが多いから、ちょっとなんか成長を感じた。あのオーディションの時のあの写真からまだマシな、そうちょっと嬉しかったちょっとねテンション上がっちゃったよね。そうだから衣装を締めてもらう時、その緩いからグッてこうピンとかで締めてもらうとすごい嬉しくなる。やった単純すぎるけど、でもなんかそういうところでしかさ、自分が痩せたのかなっていうの感じられなくて、そうだからなんていうのかな、その体重を測ってもさ、その数字は痩せてても見た目に変化がなかったら意味ないじゃないですか。だからそうやって衣装を着た時に、なんかギュッてこう背中の部分とかこうピンで留めてもらえると、あっ
ていう実感が湧くから、私はすごいそこでねダイエット頑張ってよかったって思える。あとロングブーツっていうの、膝まであるブーツあるじゃないですか。であれのあのね、正直な話をするとね、なんかの衣装の時にめちゃめちゃもう入ってすぐの時ね、入ってすぐの時にそのロングブーツを履くタイミングがあったんですよ。なんかで何だったかな。でその時にふくらはぎが太ってたから上までチャック上がらなかったことが1回だけあったんですねもう正直に話すけど、であって、あそこで、あ、自分は衣装がもう入んないんだと思って、それからすごいロングブーツの衣装があるとすごい嫌なんですよ、撮影の時に。だけど最近は用意されたちゃんと靴がしっかりチャック上がるとまた嬉しくなるやったーってでも一回一回不安になっちゃうから、明日撮影だ大丈夫かなって思うよやっぱり。けど衣装のサイズを上げてもらう、広げてもらうこともないし、靴もちゃんと入るからなんか嬉しくなっちゃうっていうねちょっと待ってね。実際は痩せたの？え、痩せましたよ、もちろん。もちろん入った時ね、どれくらいだったんだろう、まあ、大体で言うと今よりも4キロぐらいは太ってる、確実に。体重、そう、数字じゃなくてね、見た目なんだよね。ふくらちゃんこんにちは、ありがとうございます。もばめ嬉しいです。なんかね、レッスンあるとなかなか1日1件とかになっちゃうから、ちょっとごめんなさい。あ、初見さんありがとうございます、ありがとうございます。待って、何分から配信始めたんだろう始めた時間見るの忘れちゃった、ちょっと待ってね。最近体動かしてる、もうそれもある。あ、でもね、気になっちゃうじゃん、自分一番大きいかなとか。石尾さんに聞く、これ一番大きいのですかってもうね、やっぱ不安になっちゃうから、どうしても。あ、 24OK です。じゃあ今20分ぐらいだね、経ったの。膝、そう、なんか右膝が痛くて、なんか曲げたりすると痛いっていうか、なんかすごい痛いんだよね、ジンジンするの。ルックスよし、いやー、もうそんなルックスはもう本当にそんなことないです。ちょっと今日ストレートに行くから、しっかり根元からストレートかけたいから。あ、今日セーターティー着てます。すごい素の部分を見せちゃうけど、いつもこんな感じでストレート当ててるんだよっていう、こんな感じでね、結ぶの、こうやって。で、こっからレッスンありがとうございます。でもね、レッスンすごく楽しいです。あの、そう、エゴさんともお会いできたっていうのも嬉しかったんですけど、レッスンの時に。そう、うん、まあでもユニットはみんな楽しみにしててください。もうどのユニットでもなんか楽しんでもらえるようにって感じだけど。でも、あの、キューキンの先輩方の、あの、私が以前お名前出させていただいたら、ちょっと待って、髪の毛すごい恥ずかしくなってきちゃった、こんな髪型してたらでも根元からストレート当てないとさ、湿気で癖が出てきちゃうから。7時が楽しみですね、楽しみにしててください皆さん。なんかそういうお仕事でのショールーム配信は初めてな気がするから、すごいワクワクしてるっていう。みんな見てくださいっていう感じ
かわいい、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、鏡見てただけだった今。こんにちは、こんにちは。エゴさんとどんなお話した？お話でもそんな、なんか雑談的なお話はしてないんですけど、あのって感じ。ちょっとあんまりなんかさ話しちゃうとさ、あれ、あのなんかちょっと皆さんが予想しちゃいそうだからさ、ちょっといろいろは言わないでおくけど、あのって感じって感じって、どんな感じって感じだよね。でもみんな楽しみにしててほしいな。エゴさんとのツーショット、嘘、嬉しい。私もね、でもツーショット撮れる日が来たらいいなって密かに願ってるよ。やっぱストレート当てるのは時間かかるから、ちょっとなんか疲れてきちゃう。みはるんさんと、でも私まだ先輩、あ、でも先輩方と写真は撮ったことあるんですけど、でも自分からお誘いはしたことないから、ちょっとコミュ障出ちゃうかも。でもあの、私が以前本当にあのショールームでお話しした、あの気になってるとか、何お話ししてみたい旧期の先輩はって話したの覚えてます？ちょっと前ぐらい、その最後に配信した時かな、覚えてるかな。ちょっと内巻きにしよう今日の配信。ちょっと覚えてる？ちょっと待って、公演楽しみすぎてテレビ、嬉しい。でも朝早いからさ、私たちが最初に出る公演9時とかですよね。皆さん起きてる？9時なんて、みんな起きて見てくれるってことなのかな。覚えてくれてる？そう、その先輩とあのその公演のリハの時にあの目が合うとこがあって、あの毎回すごいニコってしたしてくださるんですよ。あのすごく嬉しくなっちゃうんですよね。っていう、あ、起きますよ。ちょっとね、朝早いからさ顔が不安だよね、むくみが。9時から公演って、あ、そうなんだ。ちょっと9時は早いよね、すごいよね。夜じゃなくて、だって朝だもんね。自分はあの早いのは全然いいんですけど、顔がパンパンとかむくんでないかっていうのが一番心配で、っていう感じ。そこが一番心配かな私は。そう、やっぱ
パフォーマンスも見てもらうけど、やっぱ顔も見てもらうわけじゃないですか。だから早起きはね、9時から何時起きなんだろうね。でもやっぱ先輩方よりも多分先だと思うから、4時とかに起きなきゃいけないのかな。それならなんかもう一睡もしない方がいいのかなとか思っちゃう。一睡もせずにひたすら踊りの練習して次の日迎えた方がいいのかな。3時とか5時とかもうだから寝ない方がいいよね多分もう寝ない方がいいのかなとか思っちゃう。ミクルもカノンちゃんのラジオ出てください。カノンちゃんのラジオ何ですかそれ。え、カノンちゃんのラジオってもう目が腫れずに顔がむくまずに可愛く朝の9時から公演が出れるっていうことは不可能なのかな。でも早く寝れるのかな。だって前日にさリハとかあったらさ難しいなって思います。どういう予定になるのかまだ分かんないからさあれだけど、きっと早起きはしないといけないのは 100% なので、頑張る。でも朝の早いリハとかでも目覚ましちゃんとかけたら起きれるようになりました。でもしっかり2回目覚ましかけないと無理だけど。そうでも、あそう最近ね今マスカット食べてて思い出したんですけど、あの1日の食事を10期生の何人かの子とあの共有してるんですよ。メールにも書いたんですけど共有してて、ちょっと待ってすごい今日さ光でさ、これだと暗いか。そう共有しててあの LINE で今ストーリー機能とかタイムライン機能があるじゃないですか。そのストーリーに例えば朝起きて何々っていうかなんか食べたらそれを写真撮ってストーリーにあげるんですよっていうのを私とリカちゃんとミキちゃんとミオちゃんとミズキちゃんとハヤカちゃんとやってるんだけど、ハヤカちゃん一回も載せたとこ見てないのカノンちゃんのラジオはショールームな、あーそういうことね。お誘いがあったらぜひ。画質悪い今。ちょっと前髪さどう、ちょっと今日大事な日だからさ、大事な日というかちょっと皆さんに見てもらう日だからさ。そうだ、早川ちゃんあげてくれないの。あんなにさどうやってやるのって言ってたからさ教えたのね、こうでこうでこうやってやったら載せられるよって言ったのに一回も載せてくれてないの。なのにストーリーはちゃんと見てるの。だから見方だけ覚えたのかなちゃんと教えたんだけどなって思いながら教えたんだよ。でもあそこのリップ最近唇が薄いからまた教えなきゃ、本当にまた教えなきゃ。はやかちゃんあ聞いて聞いてないタイプみんな何食べてる？みんなね、でもね、なんかオムライスとか、なんか、あげたり、サラダとかの。そう、最近リップの色を変えました。これは、あの、吉田あかりさんがプロデュースされてる赤リップっていうリップにした。なんかあんまり色落ちしないみたいで、で、あの、レッスンしてると、こうやって歌ってると、リップ落ちてきちゃったり、あの
踊り終わった後に水分補給をするとまたリップが取れちゃうからなるべくリップを塗り返す少なめにしたいということで、あんまり色落ちのしないリップをしました。買いました。観覧車の、嬉しい、ありがとうございます。そう、この間観覧車の前を通った時に、そう、エゴさんのとこ写真撮ったの。公園もね、リップね、あの前回出させていただいた時めちゃめちゃ衣装着替えるためにリップを塗りに行ってたんですよ。私本当にこの間たくさん化粧品買ったからすごい幸せだった。レッスンでもバッチリメイクのミクルンと聞いた。嘘、誰が言ってたそれ。間違ってないけど間違ってない、全然全然あの嫌なことじゃないんだけど、言われて、あのそうバッチリメイクしてます。どんだけ朝早くてもメイクはちゃんとしてるけど、ちょっと手抜いたリップの時も、リップリップっていうか、あの化粧にしてる。だから下地も塗るし、ファンデーションパウダーもするんだけど、リップ塗って、マスカラしてアイライン描いて涙袋だけ描いてカラコンして終わり。すっぴんだとね無理だね、見れない鏡。あとマスク取った時になんか肌がちょっとなんか荒れてた時とか、ちょっと汚いな、ちょっと肌が治安悪いなって思った時は特に嫌だ、見せられない。ちょっとでもそう、あ、だけど別になんかみんなの何あれの時なんていうのかな、ホテルに泊まる時は全然、最近かな、ちょっと前っていうか、でも結構一緒にみおちゃんと喋るよ。そう、みおちゃんとは結構絡む。あんまりモバメとかに載せてなかったけど結構絡むよ。どうしよう、これ私一方的な気持ちだったらすごい悲しいけど、絡みますよ、みおちゃんと。でもみおちゃんとの写真が あるんだけど、まだ公開できる時期じゃないから、公開できるようになったら載せます。乗せるね。片思いだったら悲しい。片思いじゃないことを願う。結構みおちゃん使ってたね。そう、衣装着てる写真だからまだ公開できないけど、その情報が出たら載せる。ちょっと今日のメイク大丈夫か確認してた今日は実はあのメール限定の方だけに教えようかなと思ってたんだけど、みんな知ってるから言うね。あのね、今日1個の仕事が終わって次のショールームまで3時間ほど時間があるんですけどって言ったじゃないですか。あの久しぶりにね、あの方に会いますあの方に会うんですよ。帰ってきたあの方に久しぶりに会う。なんかすごいね、あの会おう会おうって言ってくるの、早く会いたいとか言って言ってくるけど、レッスンだったから、レッスンだったし踊り覚えなくちゃいけなかったから、ちょっと会うどころじゃないと思って、ちょっとあのちょっと無理みたいな言ってた無理とか言ってたんだけど、あのちょっと全体のリハが最近、リハっていうか一回こう通してやってみようっていう感じなのが一回終わって、ちょっとなんか落ち着いた、一旦落ち着いた感じだから、そう毎日聞いてくる、明日何やってんのみたいな明日は休みだよとか、明日は何々だよみたいなこと一回一回言わなくちゃいけないの。覚えましたよ、覚えた。自分は大体あれなんですよ、あの振り分一回
や踊って、次の日にはだいたい基礎的な何とこは大丈夫。もうちょっと危機感を持ってやらないとさ、先輩方にもね迷惑かけちゃうからさ、なんかね下まつげはマスカラ塗ろうか迷ってるんだけど、どうしようかな。はるかちゃん誕生日当日のコスプレ配信が楽しみです。過激になるかな。やるのコスプレ配信。はるかちゃん結構コスプレ配信してるイメージあるかも。デレデレ姉さんですやん。だってあれも見てくれたし、公演も見てくれて、そう公演も見てくれたんだけど、そう待って今何分だ。1分。配信終わって着替えたら出発できるぐらいかな。最近の楽しみは見くるめる。嘘。なんかちょっと頑張らなくちゃ。もっと最近あんまね自撮りできるチャンスがなかったからさ、あれだったんだけど、ちょっと今日は久々に自撮りができるかもしれない。フルでメイクしてるから、ちょっとアイシャドウこっちだけ色が薄いんだよね。嬉しいな、嬉しい。ちょっと反射しちゃうからさ、そう売人姉さんに会ってくる、会ってくるっていうか来てくれるみたい。売人姉さんがで、そっちまで行くねって言ってた。そう3時間しかないけどいいのって言ったら、え全然いいよって言ってた。どんだけ会いたいのって。嬉しいけど。こんにちは、こんにちは。車の、あ車の中の写真。そう車の中がでしか写真撮るタイミングないんだよね、なかなか。だって外でさ歩きながら自撮りはしないじゃん。なんか前髪をねちょっとすいたからね、前髪すごい隙間感が強めですね。ミクロモテモテやん。うんそんなことないよ。そんなことないよ。最近返信だと可愛いとか好きとかしか言ってへんから、もっと内容ある返信。全然可愛いとか好きでも全然嬉しい。ありがとう、好き。好きって言ってもらえるのは嬉しいです。今日湿気多そうだから前が、うっそー、ケープガンガンにしていこうかなとか思ってるけど、ちょっとコテ持ち歩こうかな、持ち歩こうかな今日。どうしよう、一応ストレートにしたけどさ、どうしようどうしよう。湿気多いよね絶対。もうやだ、湿気多いのが一番困る。しかも今日はさショールームもやらせていただくからさ、もう髪の毛崩れてほしくないんだけどなーとか思ってる。コテ持ち歩こうかな今日。どうしようどうしよう迷ってる。まあ今日はこんな感じで髪型も後でケープします。今観覧車にいるんですか。すごい、でも結構私の写真とかさ、あのゲットしたりミクロの写真もらえたよとか言ってもらえるのはなんか嬉しいですね。くせ毛ですか、どうだろう、くせ毛かな結構な多分、うん、だからバーニー姉さんとバイバイってしたらすぐ髪の毛直そうかな。だから今日は大きめのバッグにしようかな。どうしようかな、本当は持ち歩きたくないんだけど。例えばでも確か自分でメイクしなくていけないから、多分メイクさんもいないから、多分困っておる。困っておる。ミクロのストレートは最強。嬉しい、本当にいつも言ってくださるから嬉しい。ちょっとケープ今手元にないの、ちょっとあった。ケープ
はねいつも持ち歩いてんの。私はいつもあのカーラーとカラコンケースとリップと香水とフェイスパウダーとアイシャドウ、涙袋のアイシャドウを持ち歩いてるんですけど、最近これ買ったの、バセリン。リップがあの唇すごい乾燥するからバセリンを持ち歩いてるっていう情報です。これもピンクにした。結局持ち歩こうかな、やっぱ可愛い姿で写りたいから可愛い姿。こういうなんか配信だとすごいメイクがさあんまはっきりしないよね、チークとか。化粧品送ってきて。それそんなそんなワセリン効果ある？あるよ。なんかでもこれすごいねいい匂いだから、特にあのメイク前とかにも塗ってる。あのメイク前っていうかその最後にリップ塗る前にも塗ってるんだけど、これリップめっちゃいい匂い。ロージーリップとか言ってる。バラの匂いかな。そうこれも、でも私前髪のカーラーこの間なくて買いに行った。前髪のカーラーだから家に前髪のカーラーいっぱいある。これとかサイズも違うし、これ長さも違う。でもなんか長い方が巻きやすいっていうのをね、あの AKB さんの宮崎美穂さんの動画で紹介されてて、ツインテール、あでも最近ツインテールの写真モバメに上げてないね。ツインテールすることないからさ、最近一時期結構ツインテールで配信させていただいたり、自撮りもモバメに上げていただい上げさせていただいたりしたんですけど、ワセリンね、すっごいこれくらい大きいサイズのワセリンもあるんだけど、さすがにそれはちょっと持ち歩きたくないなと思ってちっちゃめのサイズにした。そう夜寝る前も薬用のリップ塗ってるし、唇は結構昨日はちゃんとパックした。なんか結構1週間に1回とかパックするようにしてるけど、って感じ。かわいいの意識当たって嬉しい。でもあんま意識高すぎてもねちょっといろいろダメだよね。こんにちはこんにちは。ツインテールはあんま再建することなくなっちゃったから、いつかまたツインテールしてマスクすると、そうマスクするとさすごいさ肌荒れしちゃうから。自意識高い系女子だって。自意識高いとか自意識高いとか言われちゃった。顔面最強に可愛い、嬉しい。そんなそんな私の顔面で、そういや西井美穂さんのモバメで一緒にアイス食べた。あのマカロンアイスっていうのが今あってそれを食べた。結構美穂ちゃんとはなんかアイス一緒に食べてたり、一緒に S 終わりあの別の会の自販機まで買いに行って、そう初見です。あ、初見さんありがとうございます。ありがとうございます。マカロンアイスを食べました。一緒に意識高すぎ高すぎなんかそれ CM のさやつみたい。 CM じゃん高すぎくん。マカロンアイスか。あ、そうそうそれそれそれを食べました。美味しかった。めちゃめちゃあれはハマっちゃうよね。ちょっと美味しかった。なんか1個前のアールグレー味のマカロンアイスがあった時にめっちゃハマっちゃって、なんか学校の帰りになんかナンバとセブンに行ってなんか大量に買った覚えがある買いだめした覚えがあるんですけど、それくらいマカロンアイスは美味しいからぜひ皆さん食べてみて。セブンのなんて味だったかな、なんかラズベリーっぽい感じの色、ピンクなんだけど。昼飯食べたの。昼は今日は起きて
私がハマってるっていうか好きなシリアルがあるんですけど、それを食べて今マスカット、シャインマスカットを食べました。今日の今のところのご飯はこんな感じです。そう、好きなものは大量に買うタイプ。買いだめしたくなっちゃったかな。アイスクリーム人気で、そうって感じ。でも今日はそのバーニー姉さんと会うときにどこで時間を潰すかわからないんだけど、10期が、あ、そう、10期の子たちはね、あの1日1本は必ずアイスを食べるっていう子が結構多いから、アイス情報は多いのかもしれない。1日1本、はやかちゃんも1日1本、多くて2本って言ってた。みずきちゃんもアイスは1日食べて言ってたし、みおちゃんも多分1日1個は食べてるのかな。食べちゃいますね。涼しいとこありがとうございます。夏はアイス食べたくなる。そうそうそう、けどな、あのアイスもあんまりカロリー高めのアイスは選ばないようにはしてる。この間そのマカロンはちょっと気になっちゃって食べちゃったんだけど、嘘、はやかちゃん結構一緒に帰りにアイス食べてた時もあるし、食べるよ結構。アイスの実とか、あとね、みかんのアイスとか、なんかダイエット食事制限とかしてても食べれる控えめなアイスがあるんですけど、12周年はどの公演に出ると、私は青春ガールズ公演と会いたかった公演に出させていただきます。アイス食べたら鬼頭みくる爽快。いいですね。じゃあみんな鬼頭みくる爽快でなんかつぶやいて。あ、そう、あ、じゃあそれにする、鬼頭みくる爽快でさ。あ、でもダメかな。あの来週のブログの質問を募集したいんですけど、ハッシュタグはみくるんるんるんの方がいいのかな。なんか質問ありますか。本当に何でもいいんだけど、全然なんかあったら送ってください。青側、あ、そうですね、ユニットあるからみんな楽しみにしてて、私が何のユニットに出るか。結構ファンの方も予想してくれてるし、なんかいつも通りがいい。あ、じゃあハッシュタグみくるんるんるんにしとくね。で、あの私への質問なりなんかあったら、あの教えてくださいっていうか送ってください。なんかありますかね、質問。今頃質問募集してあるか分かんないけど、なんか質問募集したいと思うので、あのなんかよかったら。送ってください。ボクソンです。あ、初見さんありがとうございます。電話してくれた。まだね、あとね10分ぐらいありますよ。キソミクソーカー、アイス食べた時ね、え、嬉しい、見ますね。何のアイス、なんかおすすめのアイスあったら教えてください。アイスはね1日1個食べちゃう。レッスン終わった後とかにもうご飯の代わりにアイスを食べちゃうこともある。10分、確か24分から私配信を始めてたみたいだから時間があります。でもキープしちゃうとさ、あれなんだよね。ちょっとみんな願っといて、ミクロの前髪が崩れませんようにってしっけで、もうやだよ、お願いだから。キープしてもね、なんか湿気には勝てないみたい。やっぱり湿気さん最強みたいで、1時間ね、1時間あっという間。しかも久しぶりの配信だったからし、初見さんもすごい今日来てくださって嬉しい。
出先だったからお宝の LINE で配信してました。あ、そのお宅の方ナイスです。待って、ホットビューラー置いてきちゃった。あらま、事務所でまた、うん、ちょっとストレートアイロン持っていこうかな。カーラーでもいいんだけどね、カーラーだとね、ちょっとたまに巻き失敗しちゃうとほんととんでもない巻きになっちゃうから、それもそれで不安だし。そうだよ、今日は2回も見れるんだよ。でも1時間しかできないからさ、ちょっとキープをして。ちょっと待ってね、ちょっと表面にまたでキープをします。チーズからホットビューラー今あるね。届けて届けて、ここにちょっと置いてきちゃった。最近新しいホットビューラー買ったんだけど、すごくね、あのピンクと赤があってピンクにしたんだけど、すごい良かったかな。下まつげマスカラ塗ってないんだけどさ、塗ろうかなってひたすら迷ってる。もうあったあったあった奇跡あった。もう一個のポーチにしまってたみたい。下まつげはさ、どうしようかな迷ってる。あ、私の家の前、じゃあちょっと入ってもらって。昇格するなら K2 さんが、そうですね、 K2 さんが希望かな。希望っていうかどこでもいいです、もちろん。昇格さして何できるのはさ、奇跡じゃん。だけどどこかっていう自分で選択肢を選べるとしたら K2 さんかな。ミクルには雨の動物園のユニットに期待しております。楽しい。雨の動物園ってあれですよね、いっぱい動物、何の動物っぽい私、みんな何、どんな動物っぽい私、雨の動物園だったらいっぱいあるよね。だって、ちょっと待ってね、ワニ、ワニってなくない、動物、ワニって緑じゃんライオン、ライオン何があるっけ、ペンギンとラクダと猿とゾウと、ライ、ん？ちょっとわかんないけど、あるよね、結構。ライオンさんか。あとは、ペンギン、あ、ペンギン。ピンクの動物いないね。でもみんな予想してくれてるね。まあ、何のユニットに出るでしょう。何でしょうか。まあ、楽しみにしててね、みんな。ちょっと待って、すごい無言になっちゃう今、顔が見えなかったね。スクショタイムしよう、ちょっとスクショタイムする。今串が手元にないんだよね、ちょっと。まあいいや、スクショタイムにします。はい、できた、スクショ。ケツーさんの、え、怖くないです、全然。もうなんか私本当に SK に入る前から K2 さんは見てて、エゴさんきっかけとか、あと水野愛理さんとかのきっかけで K2 さんを見てたんですけど、ちょっと待って、前髪巻きすぎちゃったかも。
ちょっと可愛く映れますように本当に K2 さん希望か。でもずっと言ってるよね多分。結構最初の方から結構って感じ。中野さんと仲良くなってくれたら。でもお話ししてみたい先輩多いですよ。なんかピンクが好きだから、そういう意味でも末永桜花さんとか、この間もあのすれ違ってご挨拶させていただいた時に、あのすごい可愛くていい匂いがしましためっちゃ。皆さん楽しみにしてたね。今日も配信があるから見てください。ショールームリレー頑張ります。ということでみんな仕事行ってきます。3501人の方見てくださってありがとうございます。本当に今日は初見さんもたくさん来てくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ皆さん夜の配信でまた会いましょう。バイバイ。